鳥山石燕、根弱百鬼周囲より、お白いバー、お白いバー、または、お白いバーさんは、奈良県吉野郡と塚和流域に伝わる老婆の妖怪。鏡を引きずってジャラジャラと音を立てつつ現れる、老婆の姿の妖怪と言われる。鳥山石燕、根弱百鬼周囲には、お白いバーの名で、ひどく腰の曲がった老婆が、大きな破れ傘を頭にかぶり、右手で杖をつき、 左手には酒とっくりを持っている姿が描かれている。同書の解説文には、くれないおしろいの神を四噴仙娘と運し白いババは、この神の次女なるべしとあり、おしろいバが、四噴仙娘というおしろいの神に仕えている次女である、ことが述べられているが、奈良の伝承におけるおしろいバと同一のものかは不明。顔一面におしろいを塗りたくっているが、この塗り方が厚ぼったい上にひどく雑で、 見るだけで恐怖を覚えるとも言う。民族学者、藤沢森彦の著書、図説民族学全集によれば、雪女と同種の妖怪であり、石川県の都地方で、雪の降る夜に酒を求めて現れるとされるが、実際には、能登には、そのような伝承の存在が確認されておらず、藤沢が、根弱百鬼周囲から連想して創作したものと、指摘されている。 山中の女の妖怪である山卯や山目は、旅人にお白いをねだったり、山のふもとに現れて酒を買ったなどの話がある。ことから、お白いバーもそうした山卯や山目に関連しているとの指摘もある。上記のお白いバーとの関連は不明だが、室町時代、奈良県の長谷寺に、お白いバーという名の老婆が現れたという以下のような伝説もある。天文六年、長谷寺の雑。 広ロシ商人の発案で、戦乱の世を少しでも良くするべく、本堂一杯の大きさの紙に、寺の本尊である観音菩薩を描くことになり、全国から画僧たちが集まった。しかしある日、足利将軍家の軍勢が寺に押しかけ、寺や町の穀物を根こそぎ挑発してしまった。噂を聞いた画僧たちは、食事が出ないのではと不安がっていたところ、寺の小僧は事情を説明した上で、 それでも、観音の救いによって、食事の支度ができると伝えた。不思議に思った画僧たちが、小僧の案内で井戸端へ行くと、一人の娘が米を、研いでいた。桶で研いだ米をザルに開けると、桶に一粒だけ米が残り、それを水につけると、米が桶いっぱいに膨れ上がり、それをさらに研ぐことで、米はどんどん増えていた。の一人は、彼女が、の化身ならば、顔を見てみたいと、 仲間の静止も聞かずに小石を投げつけた。すると浄土を思わせる光が差し、娘は顔を上げた。その顔はお白いを塗っていたが、画像たちのために苦労を重ねたことでシワだらけの老婆のようになっていた。しかし画像たちは、そのまばゆさ、ありがたさを前にして一人残らずひれ伏していたため、誰一人その素顔に気づくことはなかった。以来、画像たちは仕事に打ち込み、 見事な大画像が完成したという、現在でも、長谷寺の境内には、お白いバーの堂があり、その老婆が祀られている。明治時代の頃までは、毎年正月の修正会でこの像にお白いを塗る、行事が行われていたという、ありがとうございます。